の閉まる音、カレンダーの印、部屋から聞こえる君の泣き声、逃げることの方が怖いと君は夢を追い続けてきた。努力が報われず不安になって珍しく僕に当たったりして、ここで諦めたら今までの自分がかわいそうだと君は泣いた。夢を涙が溢れるのは